多分マジ激レアって言っても過言ではないです。あれちょっとあれ俺ちょっと帰るか。ちょっと停止行こうね。ちょっと帰るか。あれ記録ミスだった。今時が止まったんだ。よし。マジ激レアです。じゃあ皆さん。とりあえず皆さん今日は楽しみましょう。楽しんでいきましょう。寒いかもしれんけど、寒い中の楽しみ方ってものを僕たちが教えてやるよ。教えてやるよ。僕がじゃあね、ちょっと挨拶をします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。遅れてすいませんでした。申し訳ない。ちょっと誰か遅刻の直し方を教えてください。本当に。ちょっと結構ね。マジで教えてほしい。本当に。でもね。でもね。でも。まあでも遅刻はしますけど、僕は音楽に全部投下します。よっしゃ、よっしゃ、そりゃもうもちろんかましていきましょうか。行きましょう。じゃあ皆さん、皆さん盛り上がっていきましょう。よっしゃ、よっしゃ、はい、それでは受ける、ちょっと受けるかける、さあよろしくお願いします。一番新がそれでバレリーです。よろしくお願いします。お願いします。誰もが主役の将来ってどこにも存在しないんだね。それぞれ決まった配置で Tonight, Tonight, Tonight やりたくないことだって、誰かがやんなきゃなんだね。でも誰が決めてんだろうって、 Tonight, Tonight, Tonight ほぼなんてなくたら生きてきた中に時代の傍観者。ああ今夜眠れないのは分かってた。僕はいるべき場所にいない気がした。 Let's go! もう最初のパープルが素直に物語してる。僕らの感じが見合う想いを信じつなかった。Let's go!
ただ生きてきた流れゆく時代のもう感謝今夜眠れないのも分かってた僕はいるべき場所にいないいないんだ僕らの感じる旅や思いは真実だからいつか自分でも感動できるような舞台をやり遂げたなら待ってるか天候止まることなく飽きることなくやめることなく歩き続ける ちょっと温まってきたんじゃないですか。ちょっと温まってきたびしょびしょだよこれ。じゃあ、びしょびしょだよ。持ってないですか。マジで恥ずかしい。さあ、ありがとうございます。おお、いや、さよなら。さあ皆さん、じゃあその時は、今日は。こんな寒い日なんですけど、もう俺はびしょびしょですよ。俺もうそろそろびしょびしょになりそうだから、みんなびしょびしょの熱々、まあ、俺ら3人がびしょびしょになったら意味ないから全員でびしょびしょになりましょう。それからはマスターベーションですか。間違いない。汗かいてるだけ。危ねえ危ねえ、今のでめちゃめちゃ恥ずかしい。もっと熱くなっちゃった。さあ、じゃあ次はね、行きましょう。次はまあ、今ね、今日ここにいる人たちがまだ僕のことを知らないっていう人もいると思うんで、そんな人いないっすよ。いないか。いや、いないよ。100人に1人ぐらいいるかな。いやいやいや、1万人に1人ぐらい。1万人に1人ぐらい。だからね、その1万人に1人にね、僕の曲を知ってもらおうと。おっしゃ、はい、ちょっといいですか。じゃあ、もちろん。こっちで。10月23日にね、リリースした、ブルームスターっていう曲なんです。そっか、10月23日って、俺の父ちゃん誕生日だ。あ、マジガチだ。狙ったのよ。ガチだ。そう、お父さんはおめでとうっていう気持ちを込めて作った曲ではないんですね。そう、ブルームスターって曲です。はい、次は。ブルームスター。これでね、ちょっとね、みんなで、もっとね、カーテンコールよりさらに式を上げてもらおうと思って。あ、声出しとかします？しますか。じゃあ、はい。セイソルト、はい、ソルト、ソルト、はい、ソルト、はい、ソルト、はい、ソルト、ソルト、はい、ソルト、はい、ソルト、はい、ソルト、ソルト、ソルト、この辺しか言ってない、この辺しか言ってない。いや、みんなね、わかる。恥ずかしい気持ちはわかるんだけど、そこをね、その一線を越えてしまったらむちゃくちゃ楽しい。むちゃくちゃ楽しい。みんな恥ずかしいのわかるよ。ブルームスター、ブルームさあ、ブルームさあ、ブルームさあ、ブルーム恥ずかしいのわかる。ブルーム一回やってめっちゃ楽しいから。さあ、ブルーム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 みんなはっちゃけようが他人で、これじゃ人生楽しめない。行こうか。一回きりの人生なのに。よし、行こう。さあ、ブルームスター聴いてください。盛り上がっていきますか。ワン、ツー、スリー、フォー。最高のサッド、ブレイキッダン、月と太陽でフリーキッテ、気にしない今夜二人手をつないだら、ワン、ツー、スリー、フォー。スカイゴーの瞬間を Look at me now、Look at me now、 俺一人きりの夜なんてどんなにだ、どんなにだんだ。ブルースター聞いてください。 Let's go! ブルースター手拍子でも首振りでも何でもいいんで、皆さん一緒に踊って楽しみましょう。ブルースター消えます。
全てを奪い去って、ここからもっと far away、 今パスから飛んでフューチャー、もたらならずの歌っちゃった、流して昔のナンバー Yeah Yeah I want to see it 手の最高の体験だ、月と太陽で振り切って、気にしないこの二人手をつないだら、巻き戻して Play back to me Feeling gravity 守れるなんてファンタジー、yeah. 乗り込むこの魂 One, two, three, get on the same Don't break it down 月と太陽なんて振り切って、気にしない今夜二人手をつないだの、Look at me now, look at me now 俺一人きりの夜なんて、ドラミダン、ドラミダンダン、ありがとうございます。ドラミスターシャー、ドラミスターシャー、ありがとうございました。楽しい、いやめちゃくちゃ楽しいや。ただ今この中で一番恥ずかしいの 俺やと思う。この前のなんか俺が新宿でフラミスター歌った時のダンスがめっちゃ面白かった。どんなやつ2700みたいなさ、あのフィットネスになるダンスがめっちゃ面白かった。なんか2700にしか見えんくてそれ2700に言っちゃうんだ、めっちゃすごい。確かに、ちょっと笑ってしまった。いや楽しみましょうね今日は。皆さんじゃあ僕だけ、僕たちが楽しみ方の手本っていうのを見せるので、それに続いてもらえたらなって思います。はい、多分俺たちみんなの思ってる100倍は楽しいよね。そうだね、みんなもそんくらい楽しめるので一緒に走るからね、走っちゃいましょう、走っちゃいよう。じゃあちょっと次は僕たちの曲言ってもいいですか。 OK、 じゃあちょっと場をめちゃくちゃ盛り上げたいんで、皆さんちょっとね、まあ、オリジナルここでやりたいんですけど、あえてここではオリジナルをせずに、ちょっとね人生のね、一回きりの大事さっていうのをね、みんなにね、教えてくれたなと思います。人生は一回きりなんですよ。たとえ誰に何て言われて、何を言われようと、何に否定されようと、自分が決めた道を突き進んでね、やりたいことやった方が絶対に人生ね楽しいんで、それを僕たちがちょっと心からね届けようと思うんで、ぜひ皆さん感じ取ってもらえればなと思います。皆さん夢を持ちましょう、ね、絶対これは持った方がいい。このしかもできればでかければ、でかければでかい方がいい。いや多分みんな今夢を持ってない人とか、多分 俺たちは夢に向かって今生きてるんですよ。で、それが、まあ、僕たちの達成度はやっぱ変わってくるけど、そこに向かっていくから、条件がここなんですよ、一番上。けどみんなじゃないかもしれないけど、夢を持ってない人って、条件がめちゃくちゃ低いんですよ。とか、夢が小さい人は、そこに到達するまでの振り幅が全然ないから、夢が小さいんですよ。だからみんな、大きな夢を持って、それに向かって人生生きることで、絶対に成功につながるんで、大きな夢を持ちましょう。やっぱ、人生一回きりです。一回しかないんで。皆さん、人生は1回きりって今言ったんですけど、本当は2回あります。本当は2回あります。その2回目っていうのは、人生が1回きりって気づいた時から始まります。やっぱあんまかっこよくないやろ。かっこいい。かっこいい。どうした？いや、人生いろいろあると思います。はい、あると思います。他人にね、やりたいことやるって言ったら、いろいろね、そんなことやったって仕方ねえよとかね、そんなことやっても無駄だとかいろいろ言われると思います。でも人生一回きり自分のやりたいことをやりましょう。一
一回きりの人生好きにやってみましょう。好きにやるな、人生一回きり好きにやるな、好きにやるな。朝の空世間体から抜け出せるとあならでいなら待ち合わせ駅まで向かいながらロー誰になんて言われても俺らどうでもいいぜ。あとね歯止め聞かないぜ。遊んでアホで言われてもグダで別に気にしない。俺らの話無視し好きにしない。僕と同じで偉い楽しめた人生にはもう暗いってさ。あ世間はうるさいばっか、またあいつがどうとかええわ。好きにやらしてやれよ。はい変な俺らも遊びつがれる。ファイトファイト自由にやりな。俺の人生なら好きにやるんだ。ハンディーハンディーハンディーハイオーメイ。肩を緩めて自由にやりな。俺の人生なら好きにやるんだ。デッカリンオンビーオンビーラー。トゥナイトヒーロー。肌だけの投資教育叩き割ったショーウィンドウ出かけるよいしょ。もういいかい、もういいよ。周りの目今価値もねえから、どうせどうでもいいよ。煙たいならあっち行けよ。ずるとジョースだそこまで待ちよ。ゆっくりとスローカーで My please to go。 必要ないチャレンはもういい。まるで葉巻の橋のノリ。理由は二つかけたプライドと歩幅を人に合わせたくないから。アリーハ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 イローメイ。肩を緩めて自由にやりな。この絵の人生なら好きにやれてな。アリーハ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 イローメイ。肩を緩めて自由にやりな。この絵の人生なら好きにやれてな。やりたい俺ら車までもっと上に。 Anyway め嫌い指示は嫌い。焼け酒はしない No more Hey everyday every night。 好きにやりたいけど人がうるさくてどうしようもない。 Anyway め嫌い It's alright。 不安を捨てて今 Walking my life。 肩を緩めて自由にやりな。お前の人生なら好きにやれってな。肩を緩めて自由にやりな。お前の人生なら好きにやれって。ありがとう。僕たちは世界一になります。絶対世界一になります。たとえ誰に何て言われようとも、僕たちがやるって言ったら必ずやるんで、皆さん応援よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。よっしゃ。いや、俺次の方に行きますよ。ちょっとジャスティンには声かましてもらおうか。絶対あれやん。絶対あれやん。もう分かったわ。絶対あれや。絶対あれや。さあ、ディズニーのあれでしょ。ディズニーじゃん。ディズニーじゃん。あれまるまる症候群やん。あれでしょ。そっち。いや違う。そっち。そうじゃなくてね。はい。ビートと野獣。生美女と野獣。どっちが野獣？いやいや、美女ここでしょ。あ、そう。俺ら野獣。じゃあ俺らね。草。俺、雑草？雑草でいい。じゃあね、次の曲はね、まあこれもね、さっき2人に夢はね、人生一度きりって言って、夢をね、皆さんに待とうっていう話をしたと思うんですけど、まあその後もね、やっぱ、夢持つとね、周りの人絶対なんか言ってくるんですよ。自分が進もうと思えば絶対言ってくる。そう、それがね、まあ、例えば本当に自分の近い人だったり、自分が進めば進むほどやっぱね、たくさんいろんな人がやっぱ言ってきます。だけど一回やってみたらいいと思います。僕はそれで、ね、自分が失敗したなって思えばそれでいいし、でもやってみようかなって
でもそこには強い意志がないとできません。なので次は俺がこの歌でそのね意志を見せていこうかなと思います。聴いてください。聴いたか。私たちはなんだ、ハートセイ。一旦 CM 入ります。いいとこだったからね。そんなすぐに出ないよ。ほら、出来上がりました。黙って見てればいいんだ。笑ってそう言ってやれ。人生にはないんだ退屈、平凡なくらない退屈なんてごめんだ。現実的な言葉ないから耳を下げ、今は本当に閉じこもっていつまでだって夢を語るんだ。笑うやつにはツボを吐け。道もさっちも行かないよ。綺麗事に踊り踊るされ、大人の友情式なんてものは丸めてすぐちまえ。ビーダーパンショー興奮と指を刺され、のろしの音量が手放しみたいな。ハッピーエンド思い描いて生きていくんだ。ウォーウォー。笑ってんだ好きに笑えよ。それで別にいいさ。お前なんかにそう、お前らなんかに何も言われたくない。黙って見てろ。やり直しの辛い人生、一度でいいチャンスをください。掴んで離さない。もう俺のものなんだ。ネバーランドの大気圏を破って今夢を叶えるんだ。笑奴ならキャリーとのせい。運じゃないのがされてないよ。ネガティブを押し付けてくんな。大人のあんたも知らない世界を俺は生きてるんだ。ピーターパン症候群と指を刺され罵られようが、飛び回しみたいなハッピーエンド一直線に進んでいくんだ。ハッピーエンド夢の水きっとバカにされた少年ベイビーをつかむ物語を見事なキャンディングを持ってて巻き起こせ見せつけろ。しもさっちも行かないよ。綺麗事に踊り踊るされ、大人の友情式なんてものは丸めて捨ててしまえ。ピーターパン症候群と指を刺され伸ばしられようが、飛び出しみたいなハッピーエンド、そう見つから掴み取るんだ。でも夏はもう終わったんすよ。あら、ちょっと TikTok 撮りたいんですけど、ここで TikTok タイムします。 TikTok タイム大丈夫ですか？
じゃあ3人で1人ずつちょっと人を選んでいただいて、うん、歌でナンパという形にしまして、夏の終わりを歌ってて、夏の終わりもうそばに君はいないけど忘れないって感じで、この3つのベースで3人とも、歌でナンパをしているという絵を撮ってあ、僕だけがやってると思ったら次のからベルもやってて、最後その時もやってるみたいな。3人ナンパやっとるかい。感じなんですか？大丈夫いいですか？ただちょっと人を選ばないといけない。やりたい人出たいって人います？ティックトック出たい人出たいよって言ってティックトック出たい人モンスター行くちょっと待ってどうします？3人ちょっとね選抜ショックされるんですけど、美人ばっかで悩んじゃうな。美人ばっかでまず悩む。どうしよう。美人ばっかで悩む。じゃあ全員男に。でちょっと僕からじゃあ選んでもいいですか。はい、じゃあちょっと TikTok タイムやってみてください。うん、ちょっとこれ違うの、ちょっとピックアップしてもらって、調子するじゃんけんします。はい、いいアンチジャスティン、俺、ソルト君がこの辺にちょっとルートあっていいね、いいね、ちょっと入れてもらってますよ。ジャケット着た方がいいんちゃう？ジャケット着た方がいいんちゃう？ブリブリ、ジャケット着た方がいいんちゃう？クイックイックじゃあこの動画バズったらみんなで一緒に掴んだバズっていうことなんで、じゃあ皆さん一緒にバズらせましょう。お願いします。じゃあ
この人何もしてくれる。かわいい顔してるじゃねえ。さあ行こうか。じゃあ聴いてください、夏の終わり。君に会えてよかった。夏の始まり、それは太陽が輝く時、それと同じ才が咲く時、いやきっと恋が始まる時、あの日君に出会って好きになって、僕の夏がようやく始まって、今となっては会いたくだって会えない、君に降るラブソングさ、これは波の音が聞こえるかい、君と歩いた海岸沿い、何度だって何度だって思い出す君の横顔のサンセットワンデイ、少しずつ距離が縮まってく、ためにためる気になってく、でも出会ったとか分かってた、この通りの行だってさ。夏の終わり、もうそばに君はいないけど、忘れない君に会えてよかった、夏祭りの花火もこっそり海岸でしたキスも、きっと生涯忘れないよ、思い返せばこの夏は人生で一番はしゃいだ夏、君がいたからただ、それだけだ、この夏を象徴する全てさ、はにけに日に記憶の中でありがの君、今もまだ愛しくて愛しくて、それなのにどうしてもう今は見えない君を追いかけて追いかけて、今もまだ追いかけている君だけを、夏の終わり、それは太陽が眠る時、それとも二人あが咲く時、いやきっと恋が終わる時、夏の終わり、もうそこに君はいないけど、忘れない君に会えてよかった、あの夏祭りの花火もこっそり海岸でしたキスも、きっと生涯忘れないよ、yeah。
ました。夏の終わり。ウォーミングアップ、盛り上がってますか。野球部、野球部です。野球部最高。野球部盛り上がってますか。盛り上がってますか。盛り上がってますか。いいね。卓球部盛り上がってますか。卓球部盛り上がってますか。バスケ部盛り上がってますか。どれが盛り上がってますか。うわあ、これどれ、あれ、ベルク何部、俺は野球部の中学生、高校の時にはハンドル中学生、うん、やばい、現地系の人そう、俺自身ケチだけど、好きだ、その何かに坊主にします。元気ですか。元気ですか。え、もしかして元気ですか。バドですか。え、おしゃれ、元気ですか。皆さん、僕たちね、リンリンはこの海老名に来るの貼ったんですけど、海老名最高ですね。最高ですね。言おうとしたけど、ちょっとなんか元気なくなくない？ちょっと微妙だったかな、ちょっと微妙だったな。海老名、今日元気ですね。元気ですね。元気ですね。ですか。俺これ苦手だ。ですね。じゃあ俺何？じゃあ俺。あ、電池。今朝俺電池に変えて。ソウト君のソロ聞いてください。ションベンチ。そうそうそう。ユニクロにあるの。ユニクロのね、入って左にまっすぐくらい。ユニクロ収まってますね。えげない、ユニクロ最高。さあじゃあ行きますか。電池に帰ってるんだ。
ベル君帰ってくるまで、2人で何か行きます。何か行こう。何か行こう。じゃあ皆さん、僕ね、ジャスティンっていう名前でございます。僕ね、こう見えて実はアメリカに住んでたんですよ。これガチ、これほんまこれガチ、これガチで住んでて、でそこでニックネームがジャスティンだったんですよ。だから僕そのままジャスティンになったんですけど。そうなんや。これガチ知らんかった。ほんまにジャスティンビーバーが好きっていうのもあるんですけど、そのほんまに俺海外に住んでたんで、それでジャスティンっていう名前になったんですよね。ちなみに僕はアフリカに住んでて、
あ、だからソルトって言うんですか。そうなんですよ。そういうこと。やっぱりね、塩分が必要なんですよ、アフリカは。あ、塩分が、ね、やっぱ暑いしね、気温がね、うんうんうん、まあ、だからソルトって名前にしたわけではないんですけどね。待ってください、一回だけじゃないんかい。What do you mean? それ、それ、What do you mean? ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと、はい、それ What do you mean? それ、完全に What do you mean? それ、What do you mean? え、あ、アフリカにソルトからソルトっていう名前じゃない。ないじゃない。それ、What do you mean? それ、What do you mean? いや、そう、俺らがね、なんで繋がったのかっていう、やっぱね、ジャストビーバーですよ、たぶんね。そうなんですよ、ここにあるね、ここにあるって言ってるのもそうですよ。そうね、俺らもそれだけど、あ、同じ。What do you mean? Oh, oh, when you nod your head, yes, but you wanna say no. What do you mean? Yeah, yeah, you don't want it anymore, but you tell me to go. What do you mean? Hey, 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 what do you mean? Such a love another time. What do you mean? Oh, 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 what do you mean?実家にちょっと戻りたいなっていうか、懐かしいな、なんか
東京に来て、観光に来て、やっぱ寂しくなってる人もいると思うんですよね。まあ僕も、まあその一人であるんで、もしもね、なんかそんな時にね、ふと僕らのこと思い出してこの歌歌ってたなみたいなね、聞いてくれたら嬉しいです。今からね、歌わせていただきます。はぁ、もし何かくじけそうなことがあったとしても、僕らが絶対輝き続けるんで、俺らについてくれば絶対間違いない。絶対に成功する。間違えること一切絶対ない。だからね、今日もね、最後まで楽しんでいきましょう。ハーを聴いてください。普通の季節の声でもまだ聞こえてくる東京の声。かっこつけて飛び出した、別れを知る人たち、つなぎた結果になった。こんなものの夢、一人じゃどうしようもなかった。そんな時出会った人々、人々はそんなに強くない。悲しいとは笑顔に飲まれてしまいそうになるよ。でもそんな僕を I'm not afraid of the dark.
そうはどんな素敵な思い出も心にしまっておくべきなのさ。今でも思い出すよ、それでいいんだ。心配になるよ、まだ歌えるよ、いつか帰るよ、僕未来へ。ありがとうございました。ホームでした。いやー、この曲なんですけど、めちゃくちゃいい歌やるんですよ。なんか東京に上京してたはいいものの、なかなか夢つかめず、壁にぶち当たって辛いことも悲しいこともいろいろあって、くじきそうな時あります。そんな時に支えてくれるみんながいるんですよ。みんなね、僕たちが本当に辛くて、やばい死ぬ、もう終わりだってなった時に支えてくれるのはいつもファンなんですよ。だから僕たちは皆さんにマジで感謝してます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ナイスです。ありがとうございます。みんなのことマジ大好きです。皆さんがいないと僕たちは本当に潰れてます。皆さんが僕たちをケツ叩いてくれるから僕たちの前に進めるんです。だからこれからも僕たちの応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあちょっと次は結構前半にソルト君のね、オリジナルをやったんですけど、次はちょっと僕たちのオリジナル歌ってもいいですか。歌ってもいいですか。イエーイ。ちょっとちっちゃいな。全然なんか嬉しそうじゃない。あれ、なんかやめとく。もう一回いく。俺たちのオリジナルやっちゃってもいいですか。イエーイ。じゃあ僕たち、自己紹介がちょっと遅れたんですけど、はい、東京都内にある全駅940駅あるんですけど、全ての駅で路上ライブやってきました。はい、やってきました。でそこではね、まあ本当もちろん僕たちのこと誰も知らないんですよ。そんな中、支えてくださった皆さんに、はい、着々とねファンが増えてきて、最後は300人とか400人とか、TikTok ライブで3500人とかたくさんの方が支えてくれて、すごい大きな輪になりました。そんなね、皆さんに感謝を込めて作った曲があります。はい、シャープ940っていう曲なんですけど、めちゃくちゃ魂こもった曲なんで、ぜひ歌詞に注目して聴いてください。はい、シャープ940。気づけば夏の頃もう一人、街を染める黄色と緑に、東京や頂点を覚えちまう。俺が少年に少年しない、今の焦点は当然頂点だから、当然は当然だな、yeah. 誰かが決めた常識と固定概念を掃除しよう。やり直そう、もう一度やりたがる、それが理由だよ。Yeah!
流されるフィルター叫ぶスピーカー俺らはフィーダーフリアルプレイヤー楽しい世界光の目見上げた先があるもので暗い弱い薄っぺらい我慢に妥協の後にあるのは後悔家族や仲間かけない言葉後悔なんて出てない仲間絶賛 CD 発売中でございます。はい、ぜひ、興味ある方は。はい、これね、僕たちが持ってくれたから、ぜひ、はい、初オリジナルなんですよ。そうなんですよ。リンリンのね、はい、初オリジナルなんですけど、実は僕たち、今回ね、ワンダフルワインス4週連続ワンマンライブをやってるんですけど、あさってがラストなんですけど、ここで僕ら、新曲を5曲作りました。はい、5曲中でございます。1期まだね、公開できないんですよ。今4週連続のワンマンライブで1曲ずつ公表していくっていう感じなんで、ちょっとまだライブが終わるまでは歌えないんですけど、楽しみにしてください。あれ、あとワンマンかなかったって、もう一つ、はい、違う、僕たちね、まあ、さっきこの曲作った940駅作ったんですけど、はい、940駅回って、東京はもうね、制覇したって言ったら過言ではないんですけど、次、僕たちは日本を制覇します。誰にいるわ、日本を取りに行ってきます。来年2022年はぶち上げます。で、そのために今クラウドファンディングをやってます。キャンピングカーを使って1年かけて日本を一周します。そこで、まあ、いろんなドラマだったり、苦悩だったり、壁だったり、楽しさだったり、夢を追いかける素晴らしさだったり、そういうのをね、日本全国に届けます。まあ、そのためのキャンピングカーを、買うための資金としてクラウドファンディングをやってます。ぜひ皆さん、今500万資金を今
集めてるんですけど、今390万まで来ました。ありがとうございます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 。あと110万で達成します。なんでね、ぜひ皆さん12月5日ベル君の誕生日なんで、はい、そうなんですよ。どれだけベル君の愛が あるのか確かめられますね、これで。これない、ベル君への愛がこれでちょっと分かるんで、みんなはどんだけ愛してくれてるか分かるな。ぜひ皆さん応援の方よろしくお願いします。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 よし、そろそろ収穫ね。そろそろ収穫ね。いやー、なんか俺本当なんやろな、この2人以外に本当ほとんどコラボしたことなくて、嬉しい。そう、1年前本当東京来て最初の何ヶ月かはやっぱ分かんないから、まあいろんな人に教えてもらってとかしてたけど、本当1年半ぐらい誰ともやってなくて、でもなんかジャスティンとの最初の出会いは俺がね、DM をね、E4 に一緒してたし、僕がね、自分だけのまだリンリンを結成してくれない時に、そうそうそう、日本一緒にやってるんですよ、実は、うん、で、まあそれはね、もうめっちゃ短期期間だったんで、全然全国のことわかんないんですよ。だから次は1年かけてじっくり日本の全てを知ろうじゃないかと、うん、やっぱ僕たち世界一になるんで、うん、日本をまず知っておかないと世界に行った時に語れないんでね、うん、そのために日本をまずね、知り尽くそうということでやってるんですよ。その時にその話ですよね。そうそうそう。で、それで、なんかね、まさかこうなるとはね、お互い思ってなかったし、嬉しくて、本当にそっちは嬉しいですね。うん、なんか嬉しい、マジで。そこにベルコも入ってくれて、やっぱり、いやー、僕はソルド君が、本当にまだ有名になる前からの付き合いで、めっちゃ前から知ってたんですけど、もうソルド君の熱い思いを、僕も間近でいつも感じてて、もうソルド君は絶対に来るみたいな。絶対に有名になる。言ってくれてたから。ずっと言ってて、絶対いける、絶対いけるって言ってて。で、まあその時は、多分まだ僕の方がちょっと若干知名度とかあったんですけど、その時もソルド君めっちゃ頑張ってて、絶対いけるかなって言ってたら、もう気づけばもうこんな、どこ行ったんだよ、ソルド君どこ行ったんだよ、めちゃくちゃ上まで行ったらどこ行ったみたいな感じになっちゃって、寂しい思いをしてたんですけど、今こうやってコラボしてくれてめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。マジでありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いややっぱ音楽とか夢を、まあ、音楽だけじゃなく、やっぱなんか何かに夢中になれるってマジで本当にそうだね。ガチで楽しめて感じた、最高だ。なんか遊びじゃないけど、遊びを楽しいね。いや、それは全く俺らも同じこと、ね、マジで、この前、ね、まあ、今年の夏、ね、今年の夏、俺人生で一番楽しかったわっていう話をベルトやってて、でもなんか別に夏っぽいことやってないよね。夏嬉しいことはやってないんだけど、人生で一番楽しい夏だったんですよね、今年は。でもスイカ割りとかをしたわけでもないし、プールとかね、そういうなんか夏っぽい、遊びをしたわけでもないんですけど、本当に夢に向かってただめちゃくちゃ頑張っただけなんですけど、人生で一番楽しかったね。だって俺らなんで楽しかったんって言われたら、仕事間違いない、仕事が一番楽しい。マジで楽しい。やばいっすね。いやマジ最高、やばい、もう最高なことなんですよ。こんなね、人生もあるよっていうのを皆さんに、ね、これからも届けていきたいんで、ぜひ日本一周の応援よろしくお願いします。お願いします。お願いします。Thank you.
じゃあ皆さん、そろそろね、僕たちのライブも終盤になりました。はい、寂しいですけど、寂しい、時間は戻ってこない。今のこの一瞬を楽しみましょう。人生は戻ってこないんですよ。この一瞬も戻ってこないんですよ。だからこの一瞬楽しく過ごすも、ポケット過ごすも、あなた次第です。よっしゃ、では行きましょう。ラスト曲です。ラスト曲、ラストになります。次は仕事探しはいいんだ。ここで一旦 CM、 ここで一旦 CM 行きましょう。ラストの CM でしょ、大体。君を追ってばかりで、とにかくなりそうなんだ。ほんの少しのためらいに立ち止まって、愛の痛みを知ったよ。君に愛され僕は生まれてきたよ。花束のようにメロディーを抱きしめる代わりにこの声を、いつも遠くから君を抱いた。でも今日は守るだけの強さが僕にもあるとするなら、 Oh baby、 君だけを守りたい。この手を握ってくれる抱きしめる代わりにこの声を、僕じゃなきゃダメで、君じゃなきゃダメさ。でも今日は僕を見つめて、you
の
や光る噂にあなたの希望が崩れ落ちて風に飛ばされかけらに誰かが綺麗と呟いてる悲しい声で歌いながらいつしか海に流れ着いていたってあなたはそれを見るでしょうじゃあのせっかく今日会えたわけじゃないですか、今日初めての方、はい、いつも来てる方、はい、エビナで僕たち来るの初めてなんだよ。でそして皆さん今日の僕たちの髪型、その時にそうなんですけど、この髪型マジでレアなんですよ、ね、これいつも僕髪ボーンになってるんですよ。そう、これもいつも髪センターになってるんですよ。髪センターとかしたことなくて、まだそうですよ、そうですよ、ね、そういう時もいつも今日初めて赤くようにしたんですよ僕、実際ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、なんでこれマジで今日の髪型レアなんで、はい、この写真持ってるのはガチで結構な価値あるんで、そうね、あの多分将来僕が有名になった時に多分100万円とかで多分売れるんで、今撮ったとかマジでいいんで、はい、ぜひ今初めて僕たちのこと初めて見たよって方ぜひ写真撮りましょう。はい、ぜひ撮りましょう。でまだ僕たち写真撮ってないよって方をやっぱ優先的に僕たち撮りたいんで、まあ、とりあえずソルト君ゾーンと僕たちゾーンちょっと分かれるんで、はい、で物販とかも、まあ、ありますよね、はい、ステッカーとかあったり、ステッカーとか僕たちもあるんで、はい、まあ、物販ゾーンそして写真撮影ゾーンをちょっと分けるんでね、ぜひ、写真撮ってないよっていう方は優先でちょっとね写真撮っていきたいと思います。はい、それでは、はい、写真撮影大会始め、始まり始まり、ちょっとごめんなんやけど、あのもう一回ションベン痛すぎてヒクヒクしてるんだ。あ、そう、ヒクヒクしてるんだ。最後3人で撮る時間もね、確かに、あ、たかし、たかしに見えてきたもんね。たかし3人撮りたい、3人で撮りたい。じゃあ